皆さんこんにちは。こんにちは。このようにしてオンライン YFN を持つことができる機会を主に感謝します。アメン。本当に、コロナ禍でですね、なかなか集まってみんなで賛美というのが、やりにくい時代ですけども、でもこのようにですね、主が与えてくださったさまざまなツールを駆使して本当に神様を礼拝できる、恵みを感謝し、今どうぞ皆さんともにですね、しばらく主を見上げて賛美する時を持っていきたいと思います。今回テーマがですね、御塔ということになってます。まだ私たちが見たことがない地に足を踏み出していく、本当にそのような集会にこの2日間を通してなることを期待していきたいと思います。皆さんでは共に主に心を向けてしばらく賛美を捧げていきましょう。皆さんで最初に大きな声でハレルヤと叫びを持って主に栄光を返していきましょうか。 1,2,3 ハレルヤ。主に感謝しつつ賛美捧げていきましょう。
勝利を収められた方です。この勝利の主を共に賛美していきましょう。Thank you.
皆さん期待してますか、ね、えオンラインマイ FN 始まりました本当に収穫地の御言葉からですねしばらくまた励まされていくそのような時間を持っていきたいと思います。まあ、今回のテーマが未踏の地ということで私たちは約束の地に入っていく、まだ見たことがないそこにですね踏み出していきたいと思います。もう目まぐるしいほどにですね時代が変化しているこの中ですけども私たちは本当にその中で次を見て先を見て一歩踏み出していきたいと願います。御言葉を分かち合っていきたいと思います。民数記の13章の27節から33節までをお開きください。民数記13章の27節から33節、今日のメッセージは約束の地を相続するために大切な3つのことというテーマでお話ししたいと思います。民数記13章27節から33節、では私が読みたいと思います。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。ここまでにしたいと思います。イスラエルの民は400年間エジプトで奴隷生活をしていましたが、神様のくすしい御業と子羊の血潮、イエス様の血の啓示ですよね、その血の贖いによって奴隷から自由とされて航海を脱出する、航海を渡りエジプトを脱出することができました。でその後約束の地カナンの地を目指して旅を進めていくわけですね。律法が与えられて旅をする時もどんどん形が整っていって、昼は雲の柱、夜は火の柱が神ご自身がイスラエルの宿営を導いていきました。きっと旅は始まって誰もがあと少しで約束の地に入ることができるだろう、そう思ったと思います。しかしイスラエルの民はなかなか約束の地にたどり着かなかったんですね。そして荒野を結果40年さまようことになるわけですけども、荒野を神様が通した目的について申命記の8章2節というところでこのように御言葉がですね出てきます。申命記8章2節、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。神様はイスラエルの民を荒野を通したその目的はあなたの心の内にあるものを探るためだったんだ、そのように語ったんですね。で今日開いているこの民数記13章のストーリー、もう一度説明していきたいと思うんですけども、ここではイスラエルの民が出エジプトしてしばらく荒野を旅した後にですね、約束の地の前、カナンの地の前にしたそのシーンです。彼らは各部族から代表1人ずつを選んで12人のスパイをその約束の地の偵察のために使わせていくわけですね。そしてその12人は40日間偵察をして、
帰ってきた時に彼らはイスラエルの民の前でその状況を報告します。民数記13章27節から28節先ほど読みましたが、そのうちの10人はこう報告したわけですね。確かにそこは乳と蜜が流れている、もう祝福の地ですと、それがここの果物ですと。しかしが続くわけですよね。民数記その続きを見ていくならば、しかしそこに住む人々は力が強くて、城壁があって非常に大きくて、その上アナクの子孫巨人たちが住んでます。そのようにですね、宣言言うわけですね。そして民数記の先ほど読みましたけども、13章31節から見ると、私たちはもうそこには攻め上ることはできない、あの民は私たちよりも強い。そして彼らはそれをイスラエル中に悪く言いふらします。私たちは自分がバッタのように見えた、そのように言いふらすわけですね。12人のうち10人の人たちはその状況を見てネガティブに受け止めました。そして彼らが報告したネガティブの種はついに芽を出していき、その険悪な雰囲気がイスラエルの民全体を覆っていきます。民数記14章の1節と2節を見ると、すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った、我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。偵察隊が見たネガティブな視点、そしてネガティブな報告、それは言葉とともにどんどんその感情が伝わってきました。もうイスラエルの民全体の雰囲気になってきました。しかし2人違う信仰を持っている人がいましたね。ヨシュアとカレブという人は違う信仰を持ってたわけです。民数記13章30節を見ると、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ず打ち勝つことができます。アメン。しかしもう出来上がったネガティブな雰囲気の前にこの言葉は民に届かなかったんですね。この時ヨシュアとカレブは相当悔しい思いをしただろうなと私は思います。イスラエルはこのストーリーのゆえに不平不満をつぶやいたゆえに、結果的に40年荒野をさまようことになります。そして約束の地に入ることができたのはこの信仰の告白をしたヨシュアとカレブの2人だけでした。約束の地とはこの文脈ではカナンの地のことですけども、やがて主と共に住まう永遠の都の雛形でもあり、そして私たちがこの地上においてもキリストにあって実を結んでいく生き方です。約束の地を相続するために大切な3つのこと。1つ目、人間的なアイデア以上に主の御言葉を優先しましょう。実はここでの偵察は神様が言ったことではなかったんですよね。それはイスラエルの民から出た提案でした。申命記1章の19節から22節にそれが出てきます。申命記1章19節から22節を見ると、私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野、すなわちアモリ人の山地への道を進み、カデシュバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った、あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるアモリ人の山地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなた方に告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。するとあなた方は皆私のもとに近寄ってきていった。私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。そして私たちが登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせよう。神様は実はこの申命記を見ると分かることは、登れ占領せよって語ってるんですよね。しかしイスラエルの民はそれを聞いたときに、いやいやまだでしょと
私たちが行く前に偵察隊を使わせて調査することが先でしょう。そのように言ったわけですね。そして結果的にイスラエルの旅、モーセも含めそのアイディアが良いなと思ってそちらを採用したわけですよね。つまり神の御言葉語ったことではなくて人のアイデアを優先させたわけですね。それはヒューマニズム、人間中心主義ですね。一見人のことを思っているようなその発言のベースは恐れでした。イエス様がご自分の十字架の死について弟子たちに話し始められたときにペテロが言いました。マタイの福音書16章の22節から23節。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私を つまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様に下がれサタンって言われたくないですね。イエス様はペテロの考え方に対して人のことを思っているという考え方に対して忠告を与えたわけですよね。人はどう考えるだろうかということを考えているとき、それが私たちの人生の基準となっていくとき、それは私たちを神の国から引き離していく考えです。本来あなたが神様に与えている使命からどん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 あなたを引き離してしまいます。約束の地に入るために一つ目の打ち倒すべき巨人はこのヒューマニズムです。人間中心主義です。ところがカレブはどうだったでしょうか。ヨシュア記14章7節を見ると、主のしもべモーセがこの地を偵察させるため私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は自分の心にある通りを彼に報告しました。カレブは偵察してきてその状況を見て勝てそうだなと戦略的に思ったから、彼はぜひとも登っていって占領しましょうと言ったわけではないんです。カレブはもう初めから心に持ってたんです。何をでしょうか。主が言われたならば必ず打ち勝つことができる、主が共にいるなら必ず勝利を収めることができる、その信仰に立ってたことがわかるんです。だから彼は自分の心の内にあるものを話したんだとここで語ってるんですね。御言葉を優先するか自分の考えを優先するかという問題は、信仰によって進むか恐れによって進むかという問題なんです。イエス様と共に大海に漕ぎ出していくことを求めるか、イエス様なしで小舟にとどまることを求めるか、主は私たちを信仰の領域に招いておられるんですね。2つ目、過去的で未来的な信仰ではなくて今日を大切にしましょう。民数記の13章の3節から4節を見るとこのように書いてますね。なぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供たちはかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った、さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。イスラエルの民の心の内にあったものはエジプトでの生活を惜しむ心だったんですね。奴隷だったけども安定した仕事が毎日あったじゃないか、安定して食べ物も与えられてたじゃないか、安定して寝る場所もあったじゃないか、何の不自由もなかったじゃないか、そのようなエジプト過去の生活を惜しむ心がイスラエルの民の中にあったんですよね。彼らは過去に生きていました。同時に約束の地を勝ち取るチャレンジを受けた時には彼らは、いや今じゃない、いつかねと先延ばしにしたわけですよね。ヘブル書ではそのイスラエルの民の歩みに触れた後にこのように語っています。ヘブル3章15節、今日もし御声を聞くならあなたの心を固くなにしてはならない、神に逆らった日のようにと言われている通りです。私たちは約束の地をいつ勝ち取るのでしょうか。今日です。今日なんですね。私たちは自分の過去にも
未来にも行くことができません。5分前の自分に戻ることもできないし、5分後の自分のところに行くこともできません。今日という一日、そして今という瞬間が永遠の世界へと続いているんですね。そのような視点で生きるときに、この地上で神の国にあるものを相続して実を結ぶ重要なことは、強的な生き方をしていくということです。このストーリーに出てくる偵察という言葉は、当てもなくさまよう、そのような意味があるんですね。つまり目的がはっきりとした偵察ではなくて、ただなんとなく空気に身を任せる生き方です。そのような信仰では約束の地に入ることができませんでした。しかしカレブの告白を見てみましょう。ヨシュア記14章の9節から13節を見ると、カレブがこのように言ってます。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることは、あの日あなた方も聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。このシーンはかつて民数記13章でカレブが、私たちは登っていこう、あの撃沈した日から45年経った後です。カレブが85歳になった時に今読んだ言葉を語ったんですね。カレブは何と言ってるでしょうか。85歳のおじいちゃんです。しかし彼は、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。かっこいいですね。今カレブという人はいつでも強的な信仰を持って、今日今という瞬間を生きている人だったんですね。私たちが約束の地に入るために倒すべき2つ目の巨人は、過去のとらわれや空気に身を任せる考えを打ち倒す必要があります。この世界の時間はずっと流れています。毎日流れていってます。取り戻すこともできないし、貯めることもできません。詩篇の90篇12節では、どうか教えてください、自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。知恵がある人とは一日の重要性を知っている人です。未来は今日の積み重ねです。しかしこのポイントでは時間術の話をしたいわけではないんですね。主の約束は私たちに語られています。そして主の計画はこの世界の始まりから終わりまで、主ご自身が計画を持っておられるんです。私たちがどんなに神様のご計画を知ったとしても、これから世界がどうなっていくか、どんなに悟ったとしても、それは神様があなたに啓示したことです。そしてすでに御言葉に書かれていることです。どんなにあなたが偉大な働きをしたとしても、どんなにこの世に功績を残したとしても、どんなに御言葉を知っていっても、それはすべて主が与えてくださったものです。どんなに働きが充実していても、私たちは命ではなくて死を相続していくこともあり得るんです。大切なことは、今日という日に天のお父さんと心の交わりがあるかどうか、主のご計画の始まりから終わりまで知っておられる方はこの天の父です。この天の父との心の交流が今日あるだろうか、生きた関係があるだろうか。カレブという人はいつも今日という日に生きている人でした。一日生きることが天のお父さんと一緒に一歩進むことでありたい、そのようなものがいるなら、その人は約束の地を相続していきます。実を結んでいきます。3つ目のポイント、教会を通して実を結び約束の地を勝ち取っていきます。この時つぶやいたイスラエルの民は誰も約束の地に入れませんでしたね。その後約束の地を相続したのはヨシュアとカレブ、そして続く新しい世代でした。これは単純にモーセの世代の次の世代が相続したという話ではありません。モーセの歩みは皆さん、キリストの地上での歩みの雛形です。モーセはイスラエルの十二部族のリーダーとしてイスラエルの民を導いたように、イエス様も十二弟子を導かれました。そしてそのモーセの地上の歩みのクライマックスは死でしたけども、イエス様の地上の歩みのクライマックスも十字架の死だったんですね。
ヨシュア記1章の1節から3節を見るとこのように書いています。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。主がモーセは死んだと語っています。そしてその後に立って、この立ってという言葉はヘブル語でクンという言葉が使われています。新約聖書だと復活を意味するデュナミスという言葉なんですね。つまりヨシュアは復活したキリストの雛形なんです。ヨシュアが率いる十二部族によって約束の地が勝ち取られていくんです。これはイエス様が死んで復活して後聖霊の降臨とともに誕生したキリストの身体なる教会ですよね。イエス様がもたらした神の国が教会を通して拡大し続けていく。そして身体なる教会を通して巨人を打ち倒し約束の地を相続していくんです。3つ目の倒すべき巨人は個人主義的な信仰です。あなた個人が勝ち取るべき約束の地、結ぶべき身においても教会という存在がなければ身を結ぶことはできません。聖書が言う御霊の身は一人で結ぶことができないものばかりです。人と接しながら、意見が違う人といろいろありながらも愛し合い受け入れ合っていく、葛藤しながら愛することを実行していく、結果的に私たちはそのようにして身を結んでいくんです。互いにという存在が必要なんです。私たちはそれを教会で経験することができます。そして教会が一つのチームとなっていくときに、私たちはこの地に影響を与えていき勝利を収めていくことができるんです。あなたの教会がチームとして立ち上がり約束の地を勝ち取っていくこと、主がそれを望んでおられます。そして共に立ち上がってこの国を勝ち取っていく、まだ踏み出したことがない地に一歩踏み出していきましょう。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。主よ、ヨシュアとカレブの信仰今日見ることができました。私たちもまだ見たことがない地、まだ踏み出したことがない地、そのような場所が私たちにあることを感謝します。私たちが天の父との関わりの中でイエス様を見上げながら主を恐れる時があるかもしれません。でもあなたが私たちを立ち上がらせてください。父と共に立ち上がり一歩踏み出していくことができますように、まだ踏み出したことがない地に踏み出し、私たちが多くの実を結んでいくことができますように、キリストに似たものとしての性質を私たちが受け取っていくことができますように、教会がさらにイエス様のようになっていきますように、そしてイエス様の体としてこの地に栄光を表していくことができますように、主を導いてください。どうぞここにいる一人一人、配信をご覧のお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、一歩踏み出す勇気と力をあなたがどうぞ与えてください。感謝しイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。もう一度共に立ち上がって賛美を捧げていきましょう。御国をこの地に共に賛美していきます。